抵抗ペンギン。抵抗ペンギンの取扱説明書。これより某企画性抵抗ペンギンの取扱説明を始めます。抵抗ペンギンは私たち某企画が自信を持っておすすめできる労働特化型ペンギンです。当製品は非常に優秀で、書類作成、接客、営業など様々な用途にお使いいただけます。しかし使い方を間違えますとうまく労働力を発揮しない場合がございます。本動画を参考に用法用量を正しく守ってお使いください。チャプター1、基本的な動作。まずはじめに当製品を使うにあたって基本的な動作を説明いたします。こちらのチャプターでは以下の順番で説明を行います。それでは説明を開始します。仕事を押し付けましょう。仕事を押し付けたくてたまらない時ありますよね。そんな時はペンギンを使ってみましょう。仕事を押し付ける時、本製品は最も力を発揮します。しかし、おいペンギン、この仕事やっといてくれ。やだ。なんでだ。別の仕事やってるから。お前翼2つついてるんだからそれぐらい余裕だろ。お前は指10本あるから俺より余裕だろ。俺にはお前の仕事を見守って指導して成長させる仕事があるんだ。じゃあまずその成長のために見本を見せてくれ。これではいけませんね。ペンギンは労働力向上のため頭の回転が非常によくできています。リズムで押し付けるのでは勝ち目がありませんので、強引に押し付けてすぐ帰りましょう。ペンギン、この仕事よろしく。やだ。いいですか。このように有無を言わせないのがコツです。慣れないうちは難しいかと思いますので、もう無言で押し付けましょう。給料、休日を避けて保管しましょう。ペンギン、この仕事明日までに頼む。明日土曜だぞ。どうせお前やることないだろう。マリちゃんのライブ見に行く。そんな金どこから出てきたんだ。給料。これではいけませんね。ペンギンは見た目も能力も人間離れしていますが、できれば休みたいという感情だけは人間並みです。お金と時間が十分ある環境に置くとペンギンはたちまち働かなくなってしまうので、給料休日を避けて労働させましょう。ペンギン、これ明日までによろしく。明日土曜だぞ。そうだね。そうだな。あ、マリちゃんのライブ明日なのか。お金ないからね。お金ないからな。いかがですか。このように有無を言わせないのがコツです。どうしても両親が痛む場合はペットなどを飼ってペンギンの代わりにめでましょう。適度にエナドリを与えましょう。先輩、大丈夫ですか。割とやばい。じゃあ働いてる場合じゃないですよ。今日は帰って家でゆっくり寝た方がいいです。ああ、これではいけませんね。一見限界に見えますが、当社のペンギンはここからが本番です。睡眠は甘え、1日に最低3本はエナドリを与え、労働の効率化を意識しましょう。ペンギン、大丈夫。割とやば。はい、エナドリ、よし、やるか。いかがですか。このように有無を言わせないのがコツです。最初は加減が難しいと思うので、とりあえず倒れるまで与えてみましょう。チャプター2、トラブル発生時。次にペンギンを使用する上で頻繁に起こるトラブルとその対策を説明いたします。こちらのチャプターでは以下の順番で説明を行います。それでは説明を開始します。もし壊れたら。おーいペンギン、ペンギン。あらあら、どうやら壊れてしまったみたいですね。皆さんは気づいていなかったかもしれませんが、ペンギンは生き物です。多少の無理はできますが、死ぬ時は死にます。もし購入1年以内に壊れましたら、某企画カスタマーサービスにご連絡ください。もしもし、壊れました。無料で新品のクローンと交換いたします。これで安心ですね。もし機嫌が悪かったら。おいペンギン、おいペンギン太郎。あらあら、どうやらご機嫌斜めなようですね。普段は抵抗してやると気丈な態度をとるペンギンですが、彼だって落ち込んだり拗ねたりします。そんな時は好物を与えてみましょう。間違っても休みを与えてはいけません。おいペンギン、かき氷あるぞ。え、お極みもかけ放題だぞ。うまい、うまい。かき氷、アジ、お極みなどを与えましょう。これで安心ですね。もし有給が欲しいと言い出したら。上司、なんだ。有給くれ。有給。あらあら、これは大変です。なんとペンギンが有給の存在に気づいてしまいました。おそらく出張等で外界に触れた際、余計な知識を手に入れたのでしょう。そんな時はしらばっくれましょう。間違っても休みを与えてはいけません。有給ってなんだ。果てしなく長く続くことか。それは有給だ。格安スマホの会社か。それは有給だ。しーまるちゃんの鳴き声か。それはウキュキュだ。じゃあもういい。しらばっくれてボケ倒せば諦めてくれます。これで安心ですね。チャプター3、応用編。次にペンギンの応用的な使い方を説明します。ここまではデスクワークを例にしてきましたが、ペンギンはその能力の高さから接客、事務、肉体労働など様々な活用方法があります。こちらのチャプターではその一例をご紹介いたします。コンビニで使ってみよう。ペンギンはコンビニで使うこともできます。しかし、いらっしゃいませ。若葉、番号でお願いします。若葉、コンビニ初心者って意味ですか？あの俺、お弁当は温めますか？たるめえだろ、んなこと聞くな。じゃ、雑誌も温めますね。これではいけませんね。ペンギンは理不尽な客が来ると抵抗したくなってしまいます。なるべく治安がよく激務なコンビニで働かせましょう。港区の駅前などがちょうどいいですね。お金を借りてみよう。やばい、もうすぐ返済日だ。借金で首が回らない時ありますよね。そんな時はペンギンを頼りにしてみましょう。ペンギン、なんだ？お金貸して。いや、頼むよ。明日までに利子返さないと動物園行きなんだ。それがあるべき姿だろう。お願い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 、羽でも何でも舐めますから。あさってには返せよ。ありがとう。いかがですか？ペンギンは時々甘いところがあるので、うまくやれば無理してお金を借りることができます。慣れれば返済を踏み倒すことも可能です。世界を救ってみよう。やばい、隕石だ。このままじゃ自分たち滅亡しちゃいます。人類滅亡の危機、よくありますよね。もう政府もアメリカも諦めてどうしようもなくなった時、ペンギンを使ってみましょう。ペンギン、どうにかしてよ。無茶言うな。こしたらペンギンだぞ。そんなこと言わずに、ほら、技術開発部が宇宙船用意したから。もう突っ込まんわ。これでどうにかしてきて。どうにかなるわけないだろ。どうにかなったわ。いかがですか？このようにペンギンはたまにブルース・ウィルスばりの活躍をすることがあります。隕石が降ってきた以外にも、凶暴な生き物が出現した、やばい法律が制定されたなど、生命の危機を感じる出来事が起こりましたら、本製品を使ってみましょう。終わりに、いかがでしたか？抵抗ペンギンは非常に気難しく面倒くさい生き物ですが、うまく扱えばあなたの社畜生活に彩りを添えてくれる素晴らしい製品です。本製品を使った感想はコメント欄にてどしどし募集しております。この動画をしっかり見返して、あなたも夢の社内ニート生活を手に入れてください。何これ？おい、そんなにガンガン冷房をつけすぎると、将来地球が大変なことになるぞ。将来なんかより今涼しく過ごせる方が大切だよ。どうなっても知らないからな。次回、オゾン層がなくなるとどうなるのか。ちょっと、いつもの夏より真っ黒になっちゃったんだけど、パンダってわかる？気にするのはそこか。覗いてみないか？太鼓の達人アニメバージョン。太鼓の達人公式チャンネルでチェックだドン。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するということあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。